アチョリは、主に現在のウガンダ北部のアチョリ地方から、南スーダン東エクアトリア州マグウィンなどに住む、ナイル系民族。人口は1991年のウガンダの国勢調査で74万6796人、スーダンに4万5000人である。アチョリは、両系民族の一つで、バハルアルガザールのあたりから来たと考えられている。17世紀末までに、 ルディと呼ばれる主張による主張国軍を形成し、19世紀半ばには東部アチョリ地方に60の主張国があった。19世紀後半にはアラビア語を話す公益化から勝利と呼ばれるようになり、これがアチョリとなった。彼らの伝統的な住居は、円筒形の土壁に円錐形のかやぶき屋根である。土の信頼と国草と色売りが備えられ、赤、白、 灰色に彩られる。網や槍による狩猟やヤギ、羊、牛の放牧を行とする。戦争時には槍と細長いキリンや牛の皮張りの盾を用いた。ウガンダ北部のアチョリ地方ウガンダの植民地時代に、イギリスは南部特にブガンダの政治経済的開発に力を入れ、アチョリや他の北部の民族は単純労働についたり組んで主流派となった。後にこれは特に、 ティト・オケロ将軍のクーデタジなどに、軍の民族支配であると批判されるようになった。アチョリ主体の軍は、ヨエリムセベニーの組織した国民抵抗軍に追われ、オドン・ラテクのウガンダ人民民主軍やアリス・アウマの精霊運動、ジョゼフ・コニーの神の抵抗軍へと流れていった。NRA の北部作戦と LRA の活動で、多くのアチョリが強制移住させられ国内避難民となった。 アチョリ語は、ナイル書語にしないる語群のルオ書語の一つで、同じルオ書語に属するガンダのラン語語などと、相互理解可能である。おこトびテックの、ラビィノの歌、オチョルの歌はおそらく、最も世に知られたアチョリの文学作品である。多くのアチョリは、植民地時代に、プロテスタントやカトリックに改修し、ムスリムもいるが、伝統信仰に基づく守護霊や先祖霊の歌などの文化も残っており、 しばしば、キリスト教やイスラーム風に記述される例もある。ありがとうございます。